ドンブルドンです。今回は絶対に流行る最強のリボルバーの裏技を教えてあげたいと思います。で、今回ね、このリボルバーは使いません。使うのはリボルバーの弾丸です。まあリボルバー使ってるんですけど、今回ね、この弾丸を使ってもうクソデカ弾痕を作ってね、倒していきたいと思います。これ、ね、強いんですよ。もうリボルバー使い方わかんないよってね、言われるんですけど、この使い方がね、一番正しいんですよ。こいつを使ったら負けです。これ、ね、情報修正で、まあ前も言ったかもしれないけど、壁破壊がでかくなったから、隣にもう大きい穴開けといて、もう一個ね、この超小さいクソデカ弾痕を作っとけば敵が倒せるんですよ。まあ俺のね、動画を音楽として聞いてる人もぜひ聞いてください。俺の弾痕、いや、ミリオンヒットきた。これはもう売れる。待って、スモーク、あ、よかった、生きてる。受け入れたくない、こんなん違う。待って、どうにかしたい。これは見えないよ。どうしよう、どうにかしないと。うわー、見てくれ、うわ、こんな、現実受け入れたくないよ。はい、もうこれね、時戻しました。もう俺クラスになれば時空を歪ませることも簡単です。メルトンさんですか。あ、その人聞いたことあるな。なんか俺の弾痕とか言ってミリオンヒットした人だ、知ってる。まあこういう風にね、同じ時を過ごして同じことをすれば、また同じ、あ、ダメだ、違う。でもね、もうこういうことをね、また俺がこのピークホールを見せてあげたいと思います。この戦術、わー、じゃあ俺、じゃあね、赤通路守るわ、全てに俺を託すんだ。中海怖いな。は？子供なめんなよ。今な、さっき妖卒ホイ卒止まりみてえな声出してもな、君が大人だってことは俺わかんだよ。そんな声出してってのは俺無駄だぞ。俺のな、耳は騙せねえからな。お前が本物の弾、違う、本当のな、物を持ってるということは俺知ってんだぞ。なんで笑ってんだお前ら。うわー、こいつらサーバー4人で守ってる。これ絶対メルトン患者だ。やばい、もう屈伸しちゃって。あー、待って待って待って。壊れ、壊れちゃう、壊される、また壊っちゃう。真面目にやれ、真面目にやれ。やべ、待って、また俺壊されたらもう俺、このもうやだよ。あ、このショットガン怖い。いや、そこはね、開通するのはいいけどね、俺のピークホール壊れたらまた、また、壊れる。いや、もうどうしよう。同じことをして同じ時を過ごしたら危ないことに気づいた。また戻るしかねえ。いや、もうそんなこと言ってねえで、俺は戦うぞ。俺がな、どん、あ、まあ、関係ない話になるけどな、俺がね、JGT っていう実写動画あげたら、なんか俺の体を見て、メルトンさん、アーマー 0.5 みたいな体してて、ラペリングだけで死にそうですね、とか言って、なんか言われたんで、舐めないでください。俺は常に、サイレントステップが発動できるように、体を絞ってるだけです。もうね、そこら辺の人と違います。俺がね、どんなに真面目な動画を上げてもね、みんな、もしかしてこの人、新オペですか？とか言ってね、俺の顔と体を見ながら言っちゃってるんで、もうダメだーってなったんで、もう今回ね、見せつけますよ、新戦術。みんなが何してもね、新オペって言っちゃうんで。おい、お前、この、これが欲しいのか、これを見て近づくとは、君ももしかして、この快感を知っているのか。よし、任せろ。俺がね、このエラーを永遠に回復させてる。君の頭もピーポーピーポー、俺の頭もピーポーピー、え、そんなことない。でもな、これが気持ちいいくて HP40 も回復し合うのは俺は知ってるね。やばい、俺の滑舌のリコイルが下手くそすぎた。いや、私は医者だ。あ、え、違う、今の俺がやったわけじゃないからな。もうナイス、ワンキルしたね。え、微生物今見えてる状態。俺のこの注射打って。あ、待って、もうダメか、俺帰る。俺医者じゃないよ、別に。俺別に注射持ってないし、もう帰る。やばっ、足させるか。いやな、俺もう快便なんだよ、別に。足つぼ踏んでな、あ、お腹の調子がとかじゃなきゃねえんだよな。わあ、この人めっちゃ草生やすじゃん、どうしたん。ワンインジャーって言ってる。出た、インジャー。体育会系の男子がよく言いそうな。来た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 。来い、お願い。やったよ、やった、やっと倒したよ。あ、危ない、キマサナパシー。いや、もうやっと達成した。いや、もう愛してる。あ、
まあ多分ね、この動画上げた瞬間、俺もうそれ知ってたとか、今更じゃねとか、もうこれコメントしてくる人ね、いっぱいいると思うんだけど、違うんだよ。みんなね、リボルバー選ぶぐらいならハンドガン選ぶわとか言う人がね、めちゃめちゃいるんで、もうリボルバーのね、この強みがあれば、もう絶対ね、みんなリボルバー使うと思うんで、使ってください。あとね、あれお前なんでヌック使ってんのってね、もう賢い人はね、もうなんでお前指紋認証みたいなアイコンなんだよってね、思ってるかもしんないけどね、違うんですよ。デザートイーグルもリボルバーも弾丸が一緒だから、一緒なんですよ。だからデザートイーグルもね、リボルバーともう一緒なんですよね。てかもうね、銃が出れば全部一緒です。やりますよ。俺がね、完全なるヌックを見せます。あら？ゴミ？いや、別にも、暴言言ってない、悪口言ってないんだから。これね、2階なんでね、これね、めっちゃ使えるちょっと面白い戦術やってやるよ。これね、ネチネチインキャーズカメラスキャン戦法やってるから、これね、全然ビジネスムーブじゃないか。これチャリティームーブだから、任せて。ボランティアムーブ、これは。俺が、ただで見せる最強の裏技を俺が見せてやるよ。これ、これね、こうやって飛んで、こうやって見んだよ、ずっと。見てると、こいつどかねえな。これスキャンすんじゃん。これ、絶対いつかどっから。あ、いいね、どいたね。これそろそろ登るか。いや、どけよ、早く！なんでずっと見てんの、お前！いくぞ。あ、いいね、だんだん引いてった、引いてった。これ多分登れるわ。行くよ、これ。もうちょ、怖いな、やっぱ。ちょっと待って、もう一回確認して。あ、いいね、いいね、いいね。これね、登れるんですよ。これね、マジですごい。これいつかほんとどくんだよ。あ、俺紹介した時点でね、もうこれ、成功率 0% なんですけど、もう使えるんでこれやってください。この動画が投稿する前に。だからね、俺の動画見るとき、俺より必ず未来に行ってください。未来でこの動画見てください。いいね、いいね。行こう行こう。銃声鳴らしてるし、バリケー割っても気づかない。待って、これ、決めらんない。バカ。オッケー。いや、これでクレーマー仕掛ければこれ引っかかる。これ頭いいでしょう。危ない。おい、ちょっと待って、銃痕どっかで作りてえな、これ。これあれだ、オフィス作りに行こう。え？強いよー。なんで今銃痕作りに行こうと思って、何やーじゃねえんだよ。え、俺から見えなかったよ。つえ？何？お前つ、いや大丈夫、俺の方が強かった、大丈夫、チームが勝ったってことは俺の方が強い、安心した。いやもう気が狂うかと思った。ああ、もうナイス、その馬力もう二度と。まあさっきの攻めはね、もう全く弾痕使わずにやったから無駄な2分間ぐらい過ごさせちゃったんだけど、まあそういうこと言ってるとね、まあ人によってはもっと私たちの時間を無駄にしてくださいっていうね、まあメルトン患者たちは喜ぶかもしんないけど、もう俺の動画を本気で見て、ん？こいつ今、弾痕ロックを使っていないって、もうマジで見てる人たちは多分お怒りになっちゃってると思うんですよね。まあなんで使わなかったかっていうとね、3層2回ボムっていう、もうホイ卒洋卒ボムだから、もう仕方ないんだよ。もうここで見せますよ。いや、このね、置きドローンね、やってるの意味あるから、これ突き上げ対策。C4 持ってるやついたら、味方が入ってたり俺が入ってたりしたら、その瞬間だけスキャンすんだよ。そう。他は起動しないし動かせない。これめっちゃ強いから。いや、もう3層の攻略はカメラだからな。これ覚えときな。これもうそれだけで勝てるから。むしろね、弾痕ロック覚えなくていいから、もうこれ見て、あーって帰ればいい。さあ行くぜ。俺が弾痕ロックをな、かましてやんだよ、ベッドルームで。いや、いるな、まだ早い。やめろ！びっくりした、お前！ふざけんなよ、モグラ叩きじゃねえんだから、お前やめろよ。痛えみたいになっちゃったら、もうやめて。今、落としてあげたの俺知ってるぞ。お前木の範囲見えてんだからな。いや、来い、出てこい。なんかゾフィアがどっかで、やっぱりこれが一番とか言ってるけど、死んでんじゃん。どうだ、お前、モグラ。痛え、あ、行く。おお、特殊なモグラ出ちゃったな、お前。どうした、俺が倒してやるよ。ちょっと待って、リロードできない。リロード、逃がすか。うまい、プロゲーマーポイント、5ポイント出たね。これは5ポイント出たね。いや、積み重ねていくぞ。いや、待って。いたね。負傷させてく。当たらぬわーん。いや、俺見せていくぞ。この弾痕ロック強いんで、今のね、オープンオープンオープン。先方強いから。これを餌にするぞ。はい、来て、上がって。いや、見えない、その迷彩。その犯罪迷彩すぎる。ちょっと倒して逃げよう。
まーす。いっともわ。いや、俺頭いいムーブするわ。これ誰も読めないムーブ。はい。はい、最強。はい、最強。最弱。ちょっと待って、やばい。もうこれメルト、どうもメルトンですって言って初期化させて全部なかったことにしようかな、これ。でもこいつがやってくれる。ナイス。いいよ。現実は変えられる。現実は変えられる。現実は変えられる。いいよ。どうもメルトンです。